Enjoy doing yourself. Enjoy doing yourself. Tap 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 tap. Target DIY. どうも、私です。今日はね、一番最初に私から始まってるんですけれども、今緊急で回しております。イエーイ。なんでね、緊急かと言いますと、パパの YouTube がピンチだからでーす。今車の中なんですけど、今からパパの空き家に行きたいと思うんですけれども、空き家 YouTube とかはなんかね、最近再生回数がちょっと落ちてきて、ちょっと落ちてきてるので、私が助けに行きたいと思います。イエーイ。出てる時はね、なんかね、再生回数がちょっと上がると思うので、それで頑張っていきたいと思います。そしてもう出てるだけじゃ助けにならないと思うので、一回編集の仕方を変えたいと思って、私が一回編集したいと思います。イエーイ。それではくら寿司を食べに行きたいと思います。くら寿司はね、今スパイファミリーやってるんです。よろしくお願いします。今日の週、今回の動画は撮影も編集も全部やっても全部やっても全部やってくれるんですか。はい、お願いします。全部やります。はい、それではぜひぜひ最後まで見てください。それではくら寿司まで GO。 はい、もうちょっとでくら寿司です。やったー。なんかすごい渋滞があってすごい待ったんですけど、やっとで着きます。待ってる間に音楽聴いてたんですけど、パパがキラリを歌ってくれませんでした。バイファミリーが当たるかなっていうのとか、すごいドキドキしてるんですけれども、それは後でのお楽しみです。それではワープしたいと思います。はい、ワープしてきました。くら寿司です。ワープしたかった、はい、こんな感じです。めっちゃ可愛い。今からじゃんじゃんと飲んでいきたいと思います。3本いただきます。何ですか。味、うん、おいしい。これは何ですか。これどうですか。こう割り箸です。こう割り箸です。こう割り箸です。これはマグロ、マグロ三種盛りです。はい。はい。スパイファミリーのグッズが欲しいの？どうでしょう。来た？あ、金魚。金魚すくいどうでしょう。レインボーの金魚になればいいんだっけ？うん？どう？うん？どう？当たった当たった当たった。これが欲しかったでしょ。だっていきなり当たったじゃん。誰？ダミアン君でいいの？アーニャは欲しかった。はい、また5枚貯まった。あれなんでしょ、マグロを注文すると当たりやすくなるっていう説があるんでしょう。はい、1、2、5。あ、射的だ。でもさっきなんか金魚で急に当たったから、射的もなんか急に当たる可能性あるよね、うん、あれが何や、ハエ叩きで あいつが出てくる。出てくるな。来た。でもね、これね、うわー、当たったことあるんだよ。このリス出てきた時に、ああ。
あずれー。はい、食べてきました。はい、甘かったんだけど。これつけてんじゃん。これのね、あと、うん、当たんなかったんだけど、うん、あのその代わり2500円以上食べたから、はい、代わりもらいました。イエーイ。でも今から空き家で使いたいと思います。はい、気をつけました。はい、今から行きたいと思います。初めてですか？あの綺麗にしてから。あ、初めてです。どうぞ。お邪魔します。はい。おー、なんかすごい、すごい、はい、スリッパ。そうですね、スリッパ。はい、履かせていただきます。はい、すごい。これでどうします？開けますか？待って、これちゃんと開けますか？これちゃんと入るんですか？はい、うん、はい、回して使いますよ、中も。すごい、使えるんだ、ちゃんと。はい、はい、はい、いいよ。え、そこ行ってみな。そこドアじゃないんだよ、実は。こっちなんだよ。どうぞ。そう、はい、入ってください。はい、これはレジンテーブルですよ。これはね、ゆうくんっていうパパの友達が作ってくれました。どうですか？いいでしょ？いい部屋でしょ？いい部屋でしょ？いい部屋でしょ？うん、はい。どっか見たいですか？これ古いのをきれいにしました。でしょ？で、真ん中のやつは真ん中です。それ、ここが焼肉ってなってるでしょ？焼肉台です。ここで焼肉ができるんです。すごいでしょ。どうしますか？じゃあ、あとはゆっくりここで遊んでいきますか。はい、はい、はい、バイバーイ。いやね、すごいリラックスできて、うん、しかもなんかすごいリノベーションと、うん、あとなんか上にね、うん、浜松といい、上にね、こういうなんか橋があったりとかしてすごい楽しかったんだけど、これをパパが DIY で作ったと思ったらどうですか？マジすごいし、みんなできないと思うんだけど、うん、それはパパがすごいんじゃなくて、あの手伝ってくれた人たちがすごいんだと思うんだけど。そうです、皆さんのおかげです。あのね、はい、で本当のクレームがあるんだけど、で本当のクレームがあるんだけど、で本当のクレームがあるんだけど。クレームありますか？この家に？この家、うん、パパに。あの、この家すごすぎるから、私が予約してた部屋をもっとやってほしいってクレームです。あ、今の住んでる家もね、ここがすごすぎてびっくりしたから、なんでこのクオリティに家をしてくれないのかっていう、住んでる家をね、っていうクレームです。はい、わかりました。だからちゃんとやってください。全体的にすごかった。すごかったでしょ。秘密基地って感じ。ここすごいでしょ。うん、じゃあまた来てくださいね。はい、また来たいと思います。はい、じゃあ、またね。はい、さよなら。